モリソンはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻艦名は南北戦争にて名誉勲章を授与されたコックスウェイン・ジョン・ジー・モリソンにちなむ。モリソンは1942年6月30日にワシントン州シアトルのシアトルタコマ造船所で寄港された。1943年7月4日にコックスウェイン・モリソンの娘である。 マーガレット・エム・モリソン城によって、命名、浸水し、1943年12月18日に、ウォルタプライス指揮下にて収益した。カリフォルニア州サンディエゴで、シェイクダウンした後、新珠湾及び、マーシャル諸島を経由して、南太平洋に向かった。4月中旬には、第50.17任務軍に加わり、アドミラルティ諸島マヌス島のゼアドラーは沖にて、 紹介任務に就いた。モリソンは5月9日、マリアナ諸島への大規模な上陸作戦の訓練のため、真珠湾に戻った。5月31日に真珠湾を出港、マーシャル諸島を経由して6月13日にサイパンの東に到着した。モリソンは正確な砲撃で15日のサイパンへの最初の上陸を支援し、その後は緊密な火力支援を行った。 6月17日には接近する40機の敵機を迎撃し、モリソンはそれらのうちの3機を撃墜した。8月2日、航空攻撃支援のため、第58.4任務軍に加わり9月9日の朝に、ミンダナ王機に到着した。その後9月までパラオのペディリュー島、マニラのルソン島及びフィリピンのサマール島への空爆にて空母を護衛した。10月2日、モリソンは、 第38.3任務軍とともに、琉球諸島への空爆において、紹介任務を行うため出航した。12日から5日間の攻撃の間、台湾沖とルソン島北部の紹介及び航空機の援護を続け、10月16日には、ヒューストンとキャンベラが、うるしい艦渉へ交代するのを支援した。10月23日から26日までの0手、沖海戦中、 モリソンはルソン島沖で行動した。24日、日本軍の爆弾で大きな被害を受けたプリンストンの救援に駆けつけ、1時間半で約400人の生存者を救出した。モリソンは続けて消火活動を支援するためにプリンストンに沿って停戦していたが、プリンストンの船体が激しく横揺れした際に接触し、モリソンは左舷前方に 大きな損傷を負った。その後バーミングハムがモリソンに代わり救援を行ったが、プリンストンの爆発に巻き込まれ、バーミングハムも損傷を負った。プリンストンは甚大な損傷により、魚雷で撃沈処分となった。モリソンは10月27日に、プリンストンの生存者を、うるしい干渉で降ろし、アーウィン、バーミンガムと共に、真珠湾を経由して11月17日に、 カリフォルニア州サンフランシスコに到着し、メアアイランド海軍交渉にて修理を行った。1945年2月15日、モリソンはに、新珠湾に入港し太平洋に戻った。ハワイ諸島での海岸砲撃訓練の後、モリソンは3月3日に、ウルシー艦渉に向かい、第54任務部隊に加わり、25日に沖縄の南岸に到着した。 3月31日早朝、ストックトンが以後第8潜水艦を捕捉し、モリソンと共に撃沈した。モリソンは、奄美大島沿岸にて海岸への砲撃、夜間照明、紹介任務を継続した。4月11日の夜、浜辺に沿って北へ向かう日本の上陸用集艇を、照明弾にて照らし、撃沈を支援した。4月30日、 モリソンは哨戒戦で最も重要な海域に配備された。3日間は悪天候により空襲はなかったが、5月4日の夜明けは晴れており、不吉だった。7時15分、哨戒機が約25機の日本の航空機を発見し、モリソンは迎撃を命じられた。モリソンへの最初の攻撃は零式、艦上戦闘機による特攻であった。攻撃機は、 激しい対空砲火を突破して爆弾を投下するが右弦へ外れ損害はなく、さらに99式艦上爆撃機と別の零式艦上戦闘機が特攻を試みたが失敗した。しかし8時25分頃に零式艦上戦闘機が激しい対空砲火をすり抜けて煙突と環境に突入した。その衝撃は多数の死傷者を出し、ほとんどの電気設備が機能を喪失した。 続けて、旧式のツインフロート複容器が、航路に添い着水、滑走室すり水死モリソンの砲塔へ突入、弾薬庫に誘爆しモリソンは右弦に大きく傾斜した。船体を放棄する命令を伝えるために必要な通信設備はほとんど残っていなかった。2回の爆発がほぼ同時に発生し、船首が空中に浮き上がり、8時40分までにモリソンは水面下に沈んだ。船は、 急速に沈んだため爆発で海上に投げ出された71人の乗員以外、看板下にいたほとんどの船員が行方不明となり、合計で152名が亡くなった。1957年7月、モリソンの沈没した船体は、沖縄海域で沈没した約26隻の船と、共に沖縄へ寄贈された。モリソンは、 第二次世界大戦中の功績により8個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。